小型競馬場は、現在の宮城県東田郡三里町石上山郎、大公の内付近に1932年から1939年にかけて存在した地方競馬の競馬場。毎年春季、秋季に分けて競馬が開催されていたが、品地編勃発による群馬資源保護法が交付されたことより、1939年4月に事実上廃止された。なお、 ここで言う地方競馬とは、1927年制定、1939年施行の地方競馬規則で定義された地方競馬を指す。以下、本校では特に断りのない限り地方競馬と記述する場合、地方競馬規則で定義された地方競馬を指すこととする。地方競馬規則では、宮城県内に設置できる地方競馬の競馬場は3馬までと定められており、 宮城県における地方競馬を施行していた宮城県産場畜産組合は愛子競馬場、仙台競馬場、石巻競馬場の3競馬場を設置し、地方競馬を開催していた。しかし、1931年に愛子競馬場が事業不振により廃止されたため、その代替となる競馬場を県北の交通支弁の地に設置することとなった。 競馬場誘致による町おこしの目論みから小ご田町の他に古川町、枠屋町等が名乗りを挙げたが、1932年1月、宮城県三場畜産組合は1929年8月に須山公園の広場にて花競馬を開催し、盛況を博した実績を持つ小ご田町に競馬場を設置することに決定、同地競馬クラブ会長である小ご田町の名刺、 斉藤新七らと契約し、建設工事に着手、1932年4月に竣工した。小五た競馬場の投票所仙台競馬場の建物に、比べて衣装が凝らされている、小五た競馬場の平面図場内には一周1200メートル、幅27メートルの右回りコースのほか、一等、二等普通馬見所、県領所事務所、投票所、引き所、 下見書、旧社、食堂等の設備が設けられており、また、一正面には近代建築の要素が取り入れられていた。この他にも、開催時には各種飲食店や予想屋の屋台が出店し、校長時には相当な賑わいを見せていたという、ありがとうございます。